れです。ねえ、お母さん、僕はどうしたらいいんです。よろしい。何も言わないでください。どうしたらいいか僕にはちゃんと分かってる。チキショー、覚えてろよ。ワニャはこともあろうにピストルを持ち出し、セルビラ候補に向けて撃ってしまいます。どこかへ連れて行って、泣き叫ぶエレナ。連れて行って、いっそ殺してちょうだい。とてももう私ここにはいられない、いられない。幸い弾は当たりませんでした。自分のしてしまったことにワーニャは悲痛な声で、ああ俺はどうしたんだ、どうしたんだと、うめくばかりでした。5人の作曲家と5人の登場人物が織りなす物語、はい、ワーニャおじさんとピアノのコラボで、うん、そうですね、はい、そこでそのロシアの銀の時代という時代をどう表現するかというか、そういったものを音と助けていただけるので、はい、ぜひ、はい、一緒にさせて、一緒によろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ピアノデュオコンサート、ロシアルネッサンス、11月1日木曜日夜7時開演、サラマンカホールにて。皆様お越しください。お待ちしてます。